南紀熊野のネイチャーアカデミー、時刻は8時30分になりました。和歌山大学南紀熊野サテライトの学部授業科目、南紀熊野の自然の体験レポートをお送りします。このコーナーは文化と教育の活動を応援する一般社団法人東和荘の提供でお送りします。先週土曜日8月19日に受けてまいりました第6回目となる和歌山大学南紀熊野サテライトの開講授業、南紀熊野の自然。この第6回目が前期の最後の授業となっておりまして、今回足を運んだのは白浜町板書山公園の磯生物ということで、板書山の足元にある京都大学瀬戸臨海実験所に行ってまいりました。前回第5回が串本の海中公園センターでしたのでね、今回も京都大学の白浜水族館の方に行くんだなと私は思ってですね、またちょっとこう水族館の中をゆっくり魅惑的な魚や貝やエビ、カニなどをね、こう見て回って楽しい時間になりそうだなと思っていたんですけれどもね、まずは11時になりますと集合したのが京都大学瀬戸臨海実験所。足を運んだことがある方はねご存知だと思いますけれども、車をこの白浜水族館の前に止めて左の方に行くと水族館ですが、この右側の方にある建物が京都大学の瀬戸臨海実験所なんですね。でこちらの方が施設としての歴史は古く、白浜水族館はこの大学瀬戸臨海実験所の付属の施設となっております。そしてまず午前中は講義が行われました。講師として登壇してくださったのが京都大学フィールド科学教育研究センター海洋生態系部門基礎海洋生物学分野の准教授、中野智之さん。ちょっとね肩書きが長すぎたかもしれませんけども、とにかく海洋生物を研究されている方でございます。1時間ほどの講義の中でまず最初にそうなんだと思ったのがですね、国立大学が持っている水族館はもう全国で白浜だけなんだそうです。昔は東京大学なんかも持っていたそうなんですけれども、こういったね、の施設というのはやっぱり維持管理というのにも、非常にこのコストがかかりますし、そういった面でも、この避難地域に住んでいるというのは学びという視点からもですね、水族館を楽しむことができる、非常にやっぱり日本全国の中でも貴重な場所なんだなということが中野さんのお話を伺ってまず印象に残りましたね。この中野さん、パッと見はですね、ちょっとこう細身の男性っていう感じだったんですけれども、釣りが趣味らしくてですね、つまり仕事の上でも海洋生物を研究し、プライベートでもとにかく釣りに行く。お話の最初も結構スライド写真でこう釣りに行った成果、釣果の写真をいろいろと見せてくれまして、例えばこのコロダイを釣った姿、また大きなアオリイカを釣った姿、例えばアオリイカ一番大きな写真で 3.7 キロのアオリイカの写真を見せてもらったんですけども、アオリイカはもう3キロモンスターと言われるらしいですね。胴と足が50センチずつある、非常にこう立派なアオリイカの、釣ったお写真を見せてくれまして、この中野さんもこの紀南地方の海を講師ともに楽しんでくれてるんだなっていうような印象でしたね。いよいよ話の本題に入っていきますと、ちなみに串本の方ではブリを釣ってるらしいんですけども、串本ではマグロの養殖を行ってまして、そこで餌として冷凍のイワシを撒くんですね。でこの海にいるブリもこのイワシを食べに来るので、養殖ではないんですが、非常にこの栄養の乗った美味しい餌をたくさん食べたブリが串本の方では釣れるということもおっしゃってましたね。そういうなんか養殖と自然でこう育っていく魚というのもしっかりとこうきっぱり分けられるわけではないんだなということも、なんだかこういったお話聞くと実感できますね。さて日本の海洋生物というのは2010年時点で分かっているものだけで、
15万5542種いるんだそうです。日本は非常に多くの海洋生物を見ることができる場所です。なぜかと言いますと、やはり気候一つとってもですね、日本列島は亜寒帯、冷温帯、暖温帯、亜熱帯、そして熱帯、5つの気候を持っているのがこの日本列島なんですね。しかも浅い海から深海まで海の中にも様々な環境があります。そして地形としては岩礁、天石、砂浜、干潟と、これはまたいろいろな地形があるんですね。天石というのは石が転がるというふうに書きます。岩礁地帯も岩がつきますけど、これ違いはですね、天石地帯というのは石でできている地形なんだけども、その石を持ってひっくり返すことができるということですね。岩礁地帯というのはこの岩をひっくり返すのは人の手ではできないよという地形でございます。またその岩礁地帯の中にも満潮干潮の中で常に潮よりも上にある地域、満潮と干潮の具合によっては潮の上の方、真ん中あたり、下の方、そして常に水に溜まっている場所や、満潮干潮の時にできるタイドプール、いわゆる潮だまりといったような地形もあるんですね。まあ、こういった様々な地形があることから、日本の海洋生物の種は非常に豊かであるとされています。そして大きな大きな地球上の歴史区分で言いますと、暑くなった第3期、そして寒くなった第4期、まあ、この第4期というのがいわゆる氷河期なわけですが、暑い頃は熱帯性の海洋生物が南からぐっと上に上がってくる。寒い時期になりますと冷たい、それこそロシアとかですね、北極の方にいる海洋生物というのがこの日本列島の方に下がってくる、南下してくるわけですね。そしてこの日本列島の中でも紀伊半島というのは、こういった大きな地球上の歴史の気候の変動の中で、気候の変化の先端にいる地域、つまり変化の最前線ともいえる地域なんだそうです。そんな中野教授が研究しているのは分子系統学。これは進化の系統を探る学問なんですが、主に DNA をの調査を使って進化の系統を探ります。でその対象となるのはカサガイという貝なんですけれども、非常に原始的で、もう起源はジュラ紀まで遡るんだそうです。世界的にも幅広く分布していて、種の起源や分布の経緯、一体どういうルートでこの種が変わっていたのかということを解明できるのがこのカサガイらしいんですね。ちなみに中野先生、このカサガイの研究をしている以外にも、もちろん他の海洋生物も研究してるんですが、こういう生物を DNA を使って研究しますと、見た目は似ていても中が違うというのが、これは DNA でわかるんですね、種の違いというのが。例えば DNA 解析でわかった身近な例で言いますと、サザエありますよね。私たちもお店とか行きますとね、美味しいつぼ焼きなんか食べますけれども、でこのサザエは日本海と太平洋両方生息してるんですが、実は日本海と太平洋のサザエは遺伝子が違うことが分かっているんだそうです。ですので、例えばこの日本海と太平洋のサザエが同じ場所にいたとしても、めったに交配をすることはないんだそうですね。人工的に交配をさせようと思えばできるんだそうが、自然にはならないんだそうです。サザエとして外見は同じなんですけれども、遺伝的な多様性をこう DNA を調べることで分かることができます。さて、そんな座学をイントロとしてですね、お昼ご飯を食べて午後は水族館にと思ったんですが、水族館ではなくですね、板書崎の周りの磯をぐるりと回って生物を採集するというのが今回の授業の内容でした。ちょっと串本海中公園に行った時とはね、少しノリが違いましたね。ですので、
水分補給もしっかりとしながら、およそ1時間半くらいですかね、時折もちろん休憩も挟みつつ万所崎の周りを回ったんですけども、その日がとってもいいお天気でね、太陽の光もこうさんさんと浴びながら、タモ、網などを持ったり、あとヘラのようなものを持って岩にへばりついている貝を剥がすことができ、あとはあれ手鋏みたいなものも持ってですね、いろいろなこの海洋生物を採集しながら戻って、最後はそれをバットに入れてしげしげと取った海洋生物を眺めるという時間を持つことができました。どんな生物を採集できたのかということについては、こちらのインタビューを挟んだ後いたします。京都大学准教授の中野智之さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中野さん、普段はどんな研究をされてるんですか？まあ、結構いろいろやってるんですけど、はい、まあ、主には海洋生物の分子系統学って言って、うん、まあ、DNA を使った系統分類と、はい、まあ、生物地理、どこに起源があってどうやって世界中に散らばってきたのか、うんうん、まあ、そういった研究をしてます。普段もこちらのこの白浜の方にいらっしゃるんですか？基本的にはここに滞在しています。ということは、この白浜で海洋生物に関する最新研究が行われていると考えていいんでしょうか？そうですね、はい。特にその海洋生物の研究の時に、まあ、ご専門とされている分野ですとか、あの生き物がいたら教えてください。時には貝類がメインなんですが、まあ、最近は、ウニとかカニとか、うん、まあ、そういったのにも手を出しています。この白浜というのは海洋生物の研究をするにあたってはどのような環境だと捉えていらっしゃいますか？まあ、南の方から黒潮が流れてきておりまして、まあ、黒潮が串本紀伊半島の先端をかすめていきますので、うん、まあ、それの反流が来て白浜の東北部まで熱帯性の生き物が入ってきて、うん、まあ、その熱帯性の生き物の北限にあたる部分で、まあ、いろいろ面白い発見があったりします。うん、そして今日授業では万所崎という岬をぐるっと回りました、うん、その中でいろいろなこう海洋生物を収集しながらということでしたけれども、先生の目から見て今日収集できた生物の中で面白いものはいましたか？普段ヒョウモンダコに気をつけましょうという話はしているんですが、まあ、なかなか見ないんですが、今日は一匹あのヒョウモンダコが取れました。私も拝見したんですが、まあ、5センチくらいのちっちゃいタコですけれども、やっぱり大変危険な生き物なんですか？毒を持っておりまして、まあ、フグと同じ毒を持ってますので、これに噛まれると、まあ、普通に死んでしまいますよね。はい、リスナーの皆さんもヒョウモンダコにはくれぐれもお気をつけください。水族館の中もまたこの万所崎周辺もですね、この海洋生物を触れ合いながら学ぶっていうのはすごく楽しい経験だなと思いましたけども、先生の目から見てこういった海洋生物のことを学ぶことにはどんな意義があると考えていらっしゃいますか？まあ、やはり日本周辺が全部海に囲まれてますので、うん、まあ、子どもの頃から、まあ、海に近い環境で育っていると思います。でまた海産物も、よく食卓に並びますので、まあ、海のことを学ぶっていうのは、まあ、いろんなことで関わってくるかなと思います。うん、ちなみにこの京都大学白浜水族館では、この和歌山大学の海工授業に限らず、こういったなんていうか学べる機会っていうのはあるんでしょうか？様々な、取り組みをしていまして、うん、まあ、高校生大学生向けの実習があったりとか、まあ、一般のお子さん向けの、磯観察なども水族館主体でやってたりもします。うん、ぜひですね、リスナーの皆様もこの京都大学白浜水族館ホームページなどもご覧いただいて、イベントなどがあればご参加いただければと思います。本日は京都大学准教授の中野智之さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。海洋生物を採集している中で、他の生徒さん全体で20人くらいその日はいたんですけれども、あのヒョウモンダコを取った生徒さんがいたんですね。で、まあ、このヒョウモンダコは猛毒を持ってますので、持って帰った後もあの水槽の中に入れて、そしてまあ貴重ということで、そのままあの京都大学白浜水族館の方で、まあ飼育をするということで引き取りました。他の生物はね、すべて海に返したんですけども。で、このヒョウモンダコ以外にも、私と同じ机だった生徒さんが、ゴンズイを取ってたんです。このゴンズイにも触ると危険。まあ、海の中には、いろいろな危険があるんだな、ということが実際にこう見て、見ることで、なんかすごく実感できましたね。まあ、さすがにちょっと触れるわけにはいかなかったですけども。では、この、
私は一体どんな海洋生物を採取することができたのかと言いますと、一番ね、取って嬉しかったのが、イボイワオウギガニというカニです。ちょうど手のひらの上にすっぽりと乗るくらいのサイズでしたね。まあ、指の先まではちょっといかないくらいの大きさなんですが、甲羅が暗い赤色で全体的に丸みを帯びたフォルムです。で、特徴的なのはとにかく目が赤い。全体的になんか、赤いカニっていう感じでしたね。まあ、それはしかし、ライトな明るさではなく、なんかダークな感じの明るさでしたね。で、ハサミにですね、トゲのような粒がたくさんついていたのも特徴的でした。このイボイワオウギガニ、とにかく、元気でですね、もう走り回ってバットの上に乗せてもそのバットを乗り越えて、もう教室の中走っちゃうみたいな感じだったんですけども、先生からすると私が取ったこのイボイワオギガニはメスで、まあ、まだハサミはちっちゃい方だと。海外でこのイボイワオギガニを見た時オスがいたんだけれども、このオスサミはやはりすごく大きくて、同じ場所にいた塩招きをですね、このイボイワオウギガニがパッとこうさらって、そのままハサミでバリ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 と塩招きを砕いて食べてしまったところを見たことがあるんだそうです。割り箸やボールペンなどを挟ませてもくっきりとこのハサミは跡がつくくらいですんでね、まあ、人の指なんかもちょっと危ないので、こういった大きなカニを見つけた時は本当にちょっと取り扱いには注意しないといけないなと思いますね。まあ、取るときはね、やっぱりこうちっちゃくても網にいやハサミなどこ うまく使ってという感じですね。そして海をこう浅瀬を歩いてよく見るとですね、ヤドカリってすっごいたくさんいるんだなということが実感できました。ヤドカリの中でも私5つ6つたくさん取れたのが磯横バサミというヤドカリです。本体の大きさはだいたい2センチくらいなのでちっちゃいんですけれども、足の先っぽがですね黄色いのが特徴的でした。でやっぱりこのヤドカリを見ますと、まあ、足そしてニョローンとこう伸びた目が特徴的なので、なんだかちょっとこうやっぱり宇宙人的なフォルムをしているというかね、ああこういった生き物っていうのが本当にいるんだっていうのもこれ実際にとって直に見てみるのが一番ですよね。まあ、他にもですね、ホンヤドカリというヤドカリを体がオリーブ色で右のハサミだけが大きいを見つけることができたんですが、まあ、先ほど紹介した磯横バサミとホンヤドカリ、まあ、海の上つまり波の上から見てるだけではああヤドカリだなっていうくらいなんですが、実際にとってまじまじと見てみると、あハサミの形が違うなとか色が違うなっていうのがよくわかるんですね。こういったこともなかなか普段海に行くだけではですね、ちょっとその面白さに気づきにくいところもあると思いますので、こういった授業で、そういった海の不思議生態を実感を持って知ることができるっていうのは本当に貴重な機会だなと思いましたね。和歌山大学南紀サテライト、後期は座学が中心らしいんですが、来年はまたこういったフィールドワークを中心とした講義というのも予定しているらしいので、皆様もぜひ受けてみてはいかがでしょうか。後期の座学もね、私もいくつか面白そうなものを見つけておりますので、楽しみにしています。第6回目は白浜町板書崎の磯生物についての内容を紹介しました。これまで引き岩郡すさみ町の枯れ木灘のフェニックス周極、白浜町板書山の粘菌、鳥の巣半島の自然、串本町サンゴを学んだり、そして第6回目全6回これにて終了でございます。和歌山大学南紀熊野サテライトの開講授業南紀熊野の自然、本当にねこう体験するのが楽しい授業でした。このコーナーは文化と教育の活動を応援する一般社団法人東和総の提供でお送りしました。